2023年3月23日。報道によると、外務省がガーシー容疑者に対し、パスポートの返還命令を出したとのことです。返納期限は4月13日。返納命令に従わない場合、パスポートは失効。滞在先の国では不法滞在状態となり、強制退去処分の対象となる可能性もあるとのこと。